インド空軍、インド空軍、インド空軍、インディアンエアフォース、略称、イアフは、インド共和国の空軍である。航空機数では、世界4位の規模の空軍である。1932年10月8日設立され、現役127、200人と、予備役14万人合わせて267、200人の、人員と1500機以上の航空機、 打ち作専用航空機は984機を有し、機数ではアメリカ空軍やロシア空軍、中国空軍に次ぐ世界4位の規模の空軍である。経済成長や中国軍閣への対抗などから、陸軍や海軍と同じく、近年は装備の近代化に力を入れている。ロシアの開発した SU-30 マッキー約254機の調達を進めているほか、 主力攻撃機のジャギアは、約半世紀前に初飛行を実施した旧型の機体で、あるが、強力な新型エンジンへの乾燥や各種電子装備の導入など、積極的な近代化が行われている。将来は、国産のテジャス MK1、MK1A 約120機、現在選定中のライセンス生産機約150機など、多くの戦闘機の取得を計画している。また、 s u 五十七をベース機としたロシアとの共同開発の f f 二百五十機購入を予定や、インド独自開発の MCA など、高いステルス性を追求した第五、世代ジェット戦闘機の研究開発も進めている。インドの歴史的経緯や政治的背景などにより、初期には旧宗主国イギリスをはじめとする欧州機、近年ではロシア機やフランス単独開発機、 さらには、アメリカ合衆国の技術をベースとした、純国産を多く導入しており、多種多様な機体を要している。主な戦闘機は、ロシア製のミグ -21、ミグ -29B、フランス製のミラージュ2000があり、攻撃機としては、ミグ -27ML とジャギュアを運用している。国産では、過去にマルートを開発運用し、 現在も LCA 計画による、軽戦闘機のテジャスの開発を進めている。このうち、ミグ -21 は1964年以来946機が調達され、うち476機が事故で失われている。2011年現在、約200機が運用されており、そのうち121機はミグ -21 バイソンへと回収されている。FL-M MF、BIS などが存在したが、初期に導入された FL 型が2013年には退役した。m i g -21 バイソンは2017年までの、それ以外の m i g -21 はより早い退役が予定されていたが後継機の調達難航もあり役が遅れている。m i g -21 に代わって、現在主力になりつつあるのが SU-30 マッキーである。 SU-30 は1996年11月30日に、インドが50機、MK8 機、K10 機、マッキー32機の購入契約を交わし、1997年3月から、SU-30MK 及び K が、SU-30 マッキー完成までのつなぎとして、引き渡しが開始された。後に、この18機はロシアに返却され、 ベラルーシにおいて、KN 仕様へと回収されており、最終的にアンゴラが取得した。2002年からは、SU-30 マッキーの引き渡しが開始され、さらに222機がインドでライセンス生産されつつある。2011年1月までに、SU-30 マッキーは142機が納入された。2007年には126機の中型多目的、 戦闘機を新規調達することを決定し、マッカ、ミディアムマルチ、ロールコンバットエアクラフト計画、米海 -16、海、A-18、海、ロ、SU-30 マッキー、ミグ -35、オーユーロファイター、スウェーデングリッペン、フッツラファールなどが検討された。インドは、ロシアの SU-57 開発に、資金協力しており、 ロシア機の導入が有力視されていたが最終候補にはユーロファイターとラファールの2種類が残った2012年2月1日ラファールが独占交渉入りしたしかしその後ラファールはライセンス生産の交渉難航から36機の輸入の予定にとどまり2016年には戦闘機約150機のライセンス生産の選定を開始している選定には ロッキード・マーティンの F-16 やサーブのグリペンなどが応じている。2009年5月25日、インド空軍に A-50 早期警戒管制機が引き渡された。同期にはイ EL-76 輸送機をベースにイスラエル製の L-W-2090 早期警戒管制システムが搭載されている。インド空軍はすでに3機の A ワックスを購入済みで、 引き渡しを待っているが、さらに3機の追加購入交渉に入っているという。輸送機は、EL-76 や AN-32 を主力としていたが、近年 C-17 や C-130J などアメリカの機体を導入している。2011年12月20日、C-130J 輸送機の6機の引き渡しが行われ、さらに6機が導入予定である。 インド空軍の練習体系は、HPT-32 初等練習機、HJT-16 中高等練習機と、国産機によっていたが、高等練習機、HJT-16MK2 を更新する形で、A ホーク MK132 高等練習機66機の導入を決めており、2008年2月から順次配備を始めている。2010年には、 さらに40機が空軍に17機が海軍に調達される契約がなされた。新中東練習機は国産の HJT-36 が開発中であるが遅延しており、初等練習機も HPT-32 が退役しピラタス PC-7 に置き換えられた。またヘリコプターは h a l t o c 2 8 2-17。 未マイナス35等を運用してきた。2008年に入ってインド国防省は、チェートックなどのヘリについて、老朽化、旧式化、陳腐化対策や、今後、周辺国との水源争いによる、高知作戦の重要性が高まることなどから、運用しやすい、軽ヘリコプター384機、空軍には125機、残り259機は陸軍向けの新規調達を決定し、 ベーベル、オーユーロコプター、アグスタウェストランド、シルシェ・ HAL、ロ、カモフ等に打診した。その後空軍はミ、ミマイナス 17V5 を、計59機、ドゥルーブを65機以上の調達を決定している。さらに、2008年5月末には、ニューデリーに配備されているミマイナス35部隊の更新用として、攻撃ヘリ22機の新規調達を計画した。 この計画では、最終的に最新型のベイアーマイナス 64E が選定された。インディラガンジー国際空港に隣接した、インド空軍博物館に過去使用した、様々な機体を保管、展示している。ガルダコマンド部隊は、インド空軍の特殊部隊。1500人から2000人の隊員が所属しており、特殊偵察、エアボーン、ヘリボーン、タイテロ作戦を実行する。 他のインド軍特殊部隊同様、イミタボール AR21、アカムを使用する他 M4 カービンの使用も見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。